南アジアのイスラーム主義組織。1990年設立。インドパキスタンの継承地域であるカシミール地方の分離独立を掲げ南アジア地域で活動している。ラシカレタイバ、ラシカレタイバなどの表記も見られる。A 表記もロッシュカー、E、タイバ、ロッシュカー、イトイバ等、複数あり定まっていない。ロッシュカーは軍隊を意味する後、トイバはアラビア語で、 良いという意味があるタイ部の派生語であり、ラシカレトイバとは、敬験なもの,の軍隊を意味すると説明される。ハーフィズムハンマド・サイードが、マルカズー・ダウア・ワルイコール・イルシャードの軍事部門として、設立した。本部は、パキスタンのラーホール近郊の町、ムリード系にあり、パキスタン領カシミールに訓練施設を有するとされる。母体であるマルカズー・ダウア・ワルイコール・イルシャードは、 ウサーマ・ビンラーディンの師匠であるアブドゥッター・アッザームの影響のもと、1989年に創設された。ビンラーディンはこの組織のスポンサーとなり、レッドもアルカイラと関係があるとされている。レッドの構成員は本名を隠し、偽名で活動している。ビンラーディンは彼らをシェーフ・アル・アブドゥッターと呼んでいる。9月11日のテロ事件後、 レッドの在米資産は凍結され、イギリスでは活動が禁止された。2001年12月、アメリカ政府はレッドをテロ組織に指定した。2002年1月、パキスタン政府もレッドの活動を禁止し、資産を凍結した。レッドの活動禁止後、マルカズはジャマート・ダウアに解消した。パキスタンのニュース紙によれば、レッドは パキスタン国内とカシミールに6カ所の軍事キャンプを保有している。その外、パキスタン国内には約2200人の構成員が存在するという。南アジア全域を支配するべくイスラム帝国建設に邁進しており、かつてイスラム教徒のものであったのに、キリスト教の十字軍によって奪われたヨーロッパをイスラムの手に奪い返す使命と、 ユダヤ教徒とキリスト教徒に対するジハードは、すべてのイスラム教徒に与えられた義務であるとしている。らしかれ対話。国際テロ組織世界のテロ組織等の概要、同行。公安調査庁。2018年2月3日閲覧。ニューズウィーク2010年3月31日号。P42。ありがとうございます。